ラウンド6 in 恵比寿、優勝したのは小口、帝王小口、帝王の復活だ。 D1 ストリートリーガーや恵比寿、ついにあの男が表彰台のてっぺんに登った。帝王小口義則、彼のここまでの道のりはいかなるものだったのだろう。ビデオがのむけるならドリテン本誌は小口、その初登場はおよそ10年前に遡る。ドリテン本誌編集部に話を聞きに来たら、やっぱりこの光景。おい一番そばから小口を見ているこの男に、彼の人となりを聞いた。自分がどういうふうに扱われるかっていうのを初めから理解してるし、ドリフトがこれから金になるっていうことも一番感じていたし、できるなって思った人だと思う。だからちゃんとしたこう話ではちゃんと話しますよね。勝ったからプロになるっていう意識じゃなくて、なんつうの、存在がプロにの意識が高いですよね。ビデオオプション第38回生かす走り屋チーム天国東北大会福島代表は K スタイル with ラピッド。プロドリフト選手権第一戦 in 恵比寿。この大会に自信を持って臨んだことは当時の発言から見て取れる。難しい大会になると思うんですけど、その辺どうですか。もうこうなってくると車の差が出るんじゃないですかね。だから今回俺自分で車、メインの車を持ってたんで、これがちゃんと走ってくれれば間違いなく勝てます、ね、本人の思いとは裏腹に、チャンピオンどころか表彰台さえ見えてこない。ゼロにシーズンを最後にポイントの獲得はなし、予選すら満足に通過しない状態。帝王と呼ばれる男が地に落ちた。表彰台ぐらいは間違いなく狙えると思うんだよな。思うっていうかもういかに狙ってかないとまずいじゃん。一体何が悪いのかわからない。小口は焦っていた。どのような思いで D1 に参戦し続けていたのか、小口本人から衝撃の事実が語られる。これぶっちゃけ話しちゃうと、本当は今年がかなりそのドリフトをやめるんじゃなくて、その D1 に参戦するのを引退しようかどうかっていうのを今年はすごく考えてた年です。何が良くて何が悪いのかっていうのがもう分かんなくなってきちゃって、あまりにも今年がその全然成績も出ないようであれば、そのどっか身を引く時も必要なのかなっていうのは考えてました。小口と同じ経験をした唯一の男が語る。あの、ね、彼もね、低迷した時期がずっとあって、ずっと勝てんかったですよ。で、まあ、自分も同じとですね、ずっと勝てなくてやめようかなと本当正直思ったことあるし、彼も多分同じだと思うとですね、でもなんかやっぱり周りの応援があったり、お客さんの声援があったりで、彼もやっぱりそれであったから、まあ、ここまで続けたと思うですね。やっぱり僕も応援しとったですもんね、本当にね。でもね、本当にもっとすごい人知っとるとですよ。それはですね、それ九州におるとですけど、ゼッケン1番をつけたあのスカイレイ乗ったら白いオレ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 詐欺小口といえば180イカ天出場の赤、D1 初参戦の黒、
そして D1 2号機の緑。小口の語るマシン作りとは。その人間のテクニックって車が同じ状態だと、なかなかいろんなものをこうやって覚えていけないような気がするんですよ。ワンランク上の車とかをできたとすれば、そのテクニックとかがいろんな意味でもっと速いものに変わっていったりとかするんじゃないのかなっていう、そういう思いもあってその車を作りましたね。ミスター180がマシンを変えた HPI 製作の S1 号、いわゆるワークス体制での参戦である。その心境の変化とは。自分一人でその走らせきるっていうのがなかなかできる状態ではなくなってきてて、そこでそのいい話があったんで、車も何度か乗せてもらったことあって、それで乗り換えるようにしちゃいました。そして今年、トヨタフォードは6発エンジン180と対極に位置するマシン100チェイサーを選んだ理由とは。まずトラブルが少ない人が間違いなく上に行ってるんで、そういう絡みも考えて、その、車重はあるんですけど頑丈な車っていうイメージで、それで100を買いましたね。このマシン実は D1 の T カーでもある。車重は1600キロ、ストリートリーガルのレギュレーション通り市販パーツのみで構成されたマシンである。エンジン内部は下部のみ交換。軽量 700R に最大ブースト 1.8kg、 何馬力かはこの後で。 KB なる車庫長は小口が店で客に勧めているもの。一般のドリフターでもゲットできる優しい価格だそうだ。もちろん室内にはオーディオを装備。小口チェイサーのパワーチェックをすべく栃木は今市市の R 号へ。パワーチェックにはダイナパックを使用。これなら正確に800馬力まで測れるそうだ。もう500馬力あれば。パワーチェック開始。 1JZ エンジンをいじるのは初めてだった小口。製作途中でエンジン1機、タービン4機をブローさせた渾身の作品。果たして結果はいかに。やったやった、予想以上に出る。D1 グランプリと同時開催の恵比寿サーキットは朝から満員御礼状態。目をつむっていても走れるコースで、小口の中に眠っていた何かがようやく目を覚ました。単走1回戦、100点まであと一歩、 99.9 を叩き出す。何か起こりそうな予感。組み合わせには恵まれなかった。末永あり、日比野、萩坂、今やシリーズランキングで小口の遥か上を行く選手たち相手に堂々とした走りを見せる。やばい、勝っちゃった。どうしよう。迎えた決勝の相手は上尾勝弘。しかしここでハプニングが起こる。ラジエーターホース破損だが、この非常事態にも小口の心は乱れなかった。水拭いてどうって言ったら、大丈夫ですね、ちゃんと直しますからって言ったんで、もう俺はその一言でも大丈夫と思ってましたね。全然これっぽっちも何とも思ってないです。突然吹いたらしいですよ。ビューって間欠泉のようになんか。もう最悪の場合はもう水なくても走っちゃうと思ってたん で、そういう面はやっぱ自分の車なんで、壊してもいいかなっていう。マシンは治った。あとは己の腕次第。優勝をかけた戦いは今坂を降りてきた。どうだ、角度小口振ってきた。小口が振ってきたものに対して上尾が食い込む。どうだ、食い込む。上尾、上尾、大馬鹿野郎。食い込みすぎにはもう注意だ。そして悲願達成。その裏には
こんな秘話があった。今年ってたまたま夏祭り行ったんですよ。恵比寿のほとんどノーマルのシルビアも持ってったんですよ。本当にボロボロの車なんですけど、それでも走ってもやっぱりドリフトって楽しいんで、なんかその楽しさをなんか思い出したっていうのはすごいありますね。小口優勝を知り真っ先に電話したのがこの男。僕でもちょっと泣きそうでしたよ、電話して僕はね、分かったんですよ。ここで彼も僕の電話を受けて泣きそうでしたバカみたいに笑ってたけど、実はあれは多分向こうでは涙ぐんでると思いますね。でもそういう人ですよ、あの人は。今回の優勝で小口が得たものとは。別に無関係ことに対してのプレッシャーはなかったんですけど、勝つためにはどうしたらいいかとか、いろんなものを考え直してきたものが、あの方向性が多分見えたということで、そういう面ですごく楽になりました。小口の考える次なる目標とは。次の目標は、やっぱ D1 ですね。D1 で、優勝とは言わないですけど、そのベスト16をまずそのお客の前で、いい戦いができたらいいなっていうのは思ってます。帝王優勝、彼を知る多くの人間が祝福し涙した。何があっても決して言い訳しない、男の中の男、ドリフト界の帝王小口芳乃。彼の快進撃は今まさに始まったばかりなのだ。